久保さん、20年後、ちょっと髪の毛なくなってるかもしれないですね、僕ね。はい、えーと、これ、見えますかね。プラス2.5、えー、875円。こちらですね、僕、あの、積立て兄さんっていうのを始めまして、今、プラスになってますね。まあ、これ、クレジットカード積立をしてるんですけども、クレジットカードで決済したポイントは、まあ、普通に溜まって、なおかつ、積立て兄さんもできるっていうね。 そうまあ、積み立ての方はマイナスになる可能性はあるけど、ポイントは絶対プラスになるっていうね。<laughs> で、クレッカ積み立ては始めたんですけど、これ、まあ、ニー s 2 0年ぐらいですかね、できるんで、あの、しかも、まあ、運用益あの、税金かかんないみたいな。で、またなんかね、積み立てニー s また、新しい積み立てニー s 出たっぽいですね、今年から。2024かななんか出た。まあ、それもまたすごい優遇されるみたいな。だから、なんですかね、まあ、 僕はまあこれ短期じゃなくてもう20年後の話なんで20年後どうなってるかわかんないですけどまあ今からねまあ貯金を今からするよりかは可能性あるんじゃないかなっていうところで貯金もしつつこっちもやってた方が良くないですか言ってらっしゃい。